総児列は、李氏朝鮮の政治家、儒学者。字は、英保、郷は、雄安、海洋道主。宗主と尊称される。高宗の頃から、畜宗の頃まで仕えた。中世道奥戦軍の生まれ、1633年に科挙に合格し、官会入り、人祖の代に応じ、法林大君の主婦となった。 三年後の1636年翌年の1637年の日のエネの乱においては大義名分論を唱え明朝に協力し聖長に対しては北伐するよう主張したこの役による大い継承争いの結果が第二王子の森役に過ぎなかった彼の将来を決定づけた人相を残、証券聖師は乱に朝鮮が敗北した結果清朝に 人質として差し出され、満州に抑留された。証券聖師は帰国後に、親、清的で西洋文明に感化された彼をうとんだ人相によって毒殺され、代わりに弟の法林大君が新たに聖師となった。1649年法林大君が構想王として即位すると王の森役だった、総除列も聖剣で頭角を現し以後、 影響力を増大させていくことになる。しかし、1668年の右に、聖、1673年の左犠牲に任官して、後の肉だった。その後は、教理にイント遁ンと、王による将兵による再出資を繰り返し、政権での聖人、ロ論ロの巨塔として闘争に、重要な位置にいた。イン遁ンの最中でも儒学者たちが彼の意をに押しかけ、 三学政治、三林宰相としてその実力を示した。縮層地下の六百八十九年、南人派の唱える、寄品長子所生の王子、遥かへの元語作立に、成人派のイデオローグとして反対したため、チェジュ島に流されることになったが、その途中で死を賜った。創事列は、朱子学の熱心な原理主義者であり、大義名分論で、新朝の妙朝侵入を批判し、 成長への北伐を主張した。また、李ヒロの学説を退りけるなど、朱子学の自由な研究を否定した。1669年、総次列は、儒教の倫理を推し進め、同性での結婚を不倫として現金するように、剣議した。これは同性かつ同じ本願の者同士の結婚を禁止したもので、同性同本不手と呼ばれるものである。 この結果、同性同本の男女は結婚は認められず、生まれた子供は私生児の扱いを受けることになった。この制度の導入に伴い身分間の帰遷結婚も避けられるようになった。このような身分制度の固定は、朝鮮王朝滅亡まで継続することになった。それのみならず、同性メトラズの倫理は、現在の大韓民国の民法規定にも影響を残しているにある。 同性同本不守規定に憲法裁判所による違憲判決が出たため現在は廃止。肖像が相除列像は大韓民国国法239号に指定されている。ありがとうございます。